こんにちは。ファイブスター子どもスクールの阿部です。本日の子育てのテーマは、子どもは多重人格という話です。まあ、僕のファイブスター子どもスクールで一番大事にしているのが、タイプ別教育っていうことなんですね。まあ、たくさんいい教育法ってあって、僕どれも素晴らしいと思ってます。で、僕はもともと右脳開発のお教室の講師だったんで、右脳開発もいいし、運動能力を助けるものサルベリーもすごくいいと思うんですよね。だけど子どもの力伸ばそうと思ったら、やっぱりどの教育方法をやるかよりも、どの教育法が合っているかなんですね。その子のタイプに合わせてやっぱやった方がいいんですよ。やっぱみんなジャイアントのび太くんではないんですよね。で、みんなジャイアンみたいな対応したら、やっぱのび太くんが苦しがるし、のび太くんみたいなやり方をしたら、ジャイアンはやっぱもどかしいというか、もっとやらしてくれよっていうふうになるんで、その子のタイプが何なのか、まあ、そのタイプ診断はね、コメント欄を見ていただければタイプ診断、やれるようにはなってます。で、ここで本当にすごく大事にしてほしいのは、子供ってすごい多重人格なんですよ。いつもは、まあ、例えばですよ、外行った時はすごく約束も守れるし、お話も聞けるいい子だなと。ただもう家に帰ったらもうわがまま放題。もうこの違いは何なんだと。なんでこんなに違いがあるのって、まあ、よくね悩む方も多いんですけど、これね、僕らも考えてみたら分かりやすいと思うんですよ。やっぱこう、例えばですけど、外面がいいとかってあるじゃないですか。僕も結構外面いいってよく言われるんですけど、家庭ではそんなニコニコしてなくても、外ではニコニコしてることもあれば、まあ、外で頑張ってる分家ではダラダラしたい、仕事でカチカチやる分もう家ではすごくだらしなくしてたいってあると思うんですよね。で、いつもニコニコしてたいけど、なんかニコニコできない自分でダメなんじゃないかとか、あとはこう Facebook とかいろんな SNS 見て、ああなんかいいな、幸せそうな育児してるなとかで、ちょっとこうやっかみになったりね、なんかそのやっかみをしてる自分はなんかダメなんじゃないかって思い込んでしまうことあるんですけど、子供も大人もみんな多重人格なんですよ。やっぱりこういろんな性格を持ってるわけですよね。まあその時の健康状態とか、もちろん経済状態も結構関わってきたりするし、何か大きい出来事、例えば誰かの死をね経験したりすると、やっぱりそういうものにこう敏感になってしまったりするわけじゃないですか。だから大事なのは、いちいちこうなんでなんでって考えると苦しくなってきちゃうので、やっぱりこう僕らってすごく原因を探したがるんですけど、原因はないことってたくさんあるんですよね。好きなことに理由がないとか、嫌いなことに理由とか原因がないことってたくさんあるじゃないですか。なんかこの俳優さん好きとか嫌いとか。だから一番簡単にやっていくことは、やっぱり認めてあげることなんですよね。で、やっぱりこういうものって何してほしいかっていうと、新しいお子さんの才能の発見だと思ってください。あ、こんな部分もあるんだな、あ、こういう可能性もあるんだね、あ、こういうこともできるんだっていう、こう発見してあげる考え方っていうのは僕すごく大事だと思ってます。もっと言ったら僕らもそうなんですよ。私はこういうことはできない、こういう人間だって結構決めつけてて、まあ、その思い込みはいい時もあるんですよ。私は何でもチャレンジできるってい こういい思い込みの時もあれば、だけどそれによって準備がおろそかになったりする場合もあるので、やっぱりいつも発見していこう。いろんな自分がいて全部自分、本当にね、この感覚を大事にしてほしいと思います。だ、いちいち原因を考えすぎないのも子育ては大事ですね。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。